こんにちは。東京オリンピックまであと2ヶ月ですか。まあ私はね、もう東京オリンピックにも怒りしかないですね。まあはっきり言ってこれ思ってもしょうがないことなんですけども、東京オリンピックに参加する選手の方にもなんかちょっと文句言いたい気持ちですよね。もう全員ボイコットしてほしいなっていうぐらいです。なんかね、めんどくさいですね。なんだかね、興味がないことに。まあ私も首突っ込まなければいいんですけども、まあ、なんて言いますかね。今回あれでしょ？なんか、オリンピック協会かなんかの、コーツっていうね、もう偉いおじさんが、自分は選手として出ないのに、そのオリンピックに対して、なんかその、緊急事態宣言下でもやるよって言ってるわけなんですよね。要するに、緊急事態宣言ってのは、これ以上ないよっていう国からの警告なんですよ。言ってみれば、空襲警報と同じ部類だと思うんですよ。どうですかね？空襲警報のように、毎日爆弾が降り注いで、誰が被害を受けるかわからない、誰が死ぬかわからない、誰が入院するかわからない、そんな状況下でも、いやオリンピックやりましょうよ、オリンピックオリンピックみたいな感じでね、お祭り騒ぎを浮かれている人がこのコーツというおじさんですよ。いやお前が出ろよって感じですよね。であとね、まあ菅総理、それから小池都知事、何を話したかわかりませんけども、結局は平民が何人死んでも構わないから、まあオリンピックやろうよと、片付いていいんじゃないのと。弱者が切り捨てられればね、いなくなったら、エリートだけの国にしようよ、日本、強い日本作っていこうよみたいなもんなんですかね。生活困窮者の支援とか、潰れゆく企業のサポートとかをせずに、グローバルダイニングみたいなね、気骨のある店舗を集中的に攻撃して潰す勢いで権力者がやってきてます。まあひどいもんですよね。なんなんですかね、オリンピックがあるがばっかりに泣く人がこれだけ大勢いるわけですよ。どうですかね。選手の方、オリンピックの選手の方ね、日夜努力されて、その日本という国をね、ものすごく盛り上げるためにやってくれたと思いますけども、このオリンピックがなされることによって、果たして誰か救われるんですかね。選手の方はもしかしたら自分の登場の場ができるから救われるかもしれませんけども、それを犠牲に子供たちの運動会がね禁止になったり、飲食店が自由に経営できなくなっちゃって首くくる人が出たりとか、多くの犠牲者がおります。生活困窮者の方はもう次から次へと死に追いやられて自ら命を絶つ人もいますし、明日のね食事もままならないような人がいます。もちろん選手の方はしっかりとした安全環境の中でプロテイン飲まれたりとかね、食事もすごくねいいものを取ったりとか、精一杯力を尽くしてくださってると思うんですよ。そこに怒りを向けるのは筋違いだとも思います。でも結局はなんかね、この気持ちの悪いオリンピックに参加することによって、まあ、国の強引な施策をね支援してるんじゃないかなって記載するんですよね。これ私だけじゃないかもしれません。でもできればやってほしいと思います。オリンピックこういう状態じゃなかったら、多くの方が、それこそ国民の8割がオリンピック中止延期っていう風な声がなければ、国民のお祭りとしてその民意を反映してね、オリンピックみんな応援すると思います。そういう状況下なら私もね、オリンピックっていいもんだなっていう風に思うかもしれませんけども、こんな空襲警報みたいなね緊急事態宣言がなされてるこの中でやるものなのかなと。繰り返しますけども、小さなちびっ子たち、幼稚園児、遠足なくなりましたね。もうね、参観日もありません。運動会もありません。何にもありません。じゃあ、小学生の卒業アルバム、何もありません。ね。それこそ将来オリンピックを目指そうっていうふうに思いますかね。何を、夢を見せるんですかね。お兄ちゃんたち、お姉ちゃんたち、頑張ってオリンピックですごいだろう。でも君たちは運動会すらないから、夢や希望はないよ。こんなメッセージになっちゃうんじゃないですかね。ちょっと言い過ぎっすかね。なんか私は気持ちの悪いもん感じるんですよね。で、橋本組織委員長は観客を入れることは感染状況によって難しいって言いますけども、観客入れることはどこよりも開催することがありきになってるわけですよ。なんですかね。まあ勝手にやってくれって話ですか。私は隠居してますから。それでは失礼します。